バントしました。ファウルになりました。3ボール2ストライク、フルカウントです。送ります。3バント失敗、ランナーを進めることはできませんでした。これが1球目。初球は見てきました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。低めに外れてボール。見送ります。見逃して三振になります。ツーアウトになりました。バッターボックスは2番青木。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナー一塁です。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。次が3球目。甘い球見逃しちゃいましたね。はい、そうですね。打ちました。ライトライナー掴んで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。4回終わって2対1 1点リードはスワローズです。里崎さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんですか？まずは先頭バッターを出さないように注意して毎イニング投球したいですよね。はい、丁寧なピッチングに期待しましょう。高めに持ってきました。この球は外れています。打ちました。これはどうか、セカンドの右抜ける。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあ一塁に同点のランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは盗塁も警戒しておく。バントしました。これはファウル。まあまたバントしてくるようなら今のようなバントしづらいボールを続けたいですね。はい、次もバントしてくるんでしょうか。送ります。高梨一塁送球します。アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。切りました。ファウルボール、内へ。これは決まった。ここはあっという間に追い込んでいます。見送ってボール。
もう一回インローに持ってきました。見送っています。ボール。これが5球目。空振り三振。ここは投げ勝ちました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ランナーは変わらず2塁です。さあ、そしてバッターボックスには田中が入っています。さあ、2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあここをもう一踏ん張りしてリードを守ってこの回終わりたいですよね。なるほど、そうですね。力のあるまっすぐですね。はい、ストレートが決まっています。ファウルボールです。ファウルです。このピンチ、空振り三振に切って取りました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう。連続三振で同点のピンチをしのぎました。まあこのボール球を振らせるまでの組み立てが良かったですよね。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、スワローズが1点差を守っています。西さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか。まあ緊張感のあるね、いい試合ですね。ピッチャー両投手も頑張ってますよ。そうですよね。ファウルになります。改めてお聞きしますが、バッターボックスの山田、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが身上の強打のバッターですね。ああ、なるほど。ライト方向を流しました。一二塁間を破る山田、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここは綺麗に流していきました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。バッターボックスは4番村上。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはスワローズが高梨、そしてカープが床田、この2人の投げ合いとなっています。まあ向こうは打ちました。難しいバウンド。菊池送球する、アウト。ワンアウトです。これは進塁打になりました。さあ、スワローズ追加点のチャンスを迎えています。まあこのくらいの回での追加点は終盤に効いてきますからね。そうですよね。さあ、このチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには坂口が入っています。三塁線、ファウルボールです。さあ、2球目は何か。これもアウトコース、見送っていきましたが、ここはストライクです。さあ、外してくるのか。この球は、ああ外れました。インコースの変化球見ています。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。ランナー二塁は変わりません。ピッチャーの状態なんですが、相当厳しくなってきたでしょうか。カープ、ここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのはケムナ。さあ、そして打席にはエスコバーが入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。次が2球目。外の球打った、ショートの右、抑えた。一塁送球、一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。
5回終わって2-1、1点リードはスワローズです。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の表ランナーを2塁に背負いましたが、ここは抑えます。先制を許しません。その裏チャンスの場面、しかしバットに当たりません。先制のチャンスを逃します。さらにこの回、得点圏には先制のランナー7番西浦、初球を叩いてタイムリー。スワローズ先手を取ります。3回の裏ワンアウト満塁の場面、5番坂口、追い込まれてからのタイムリー。スワローズ1点を追加します。4回の表ランナー1塁3塁のピンチ、注文通りの内野ゲッツー、同点のピンチをしのぎます。5回の表ランナーを2塁に置いて、しかしバットには当てさせません。同点のピンチをしのぎます。ランナー2塁のピンチ、最後は空振り三振を奪います。同点のピンチをしのぎます。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。カープ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。鈴木がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野安打でした。スワローズ1点リードで迎える6回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあここから落ち着いて自分のピッチングできるかですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。高め際どいコース決まっています。アウトコースへのカーブはボールです。インコース決まった。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ここは落としてきました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。6球目は何で来るか。打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。バッターボックスには4番松山。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。流しました。これはライン際、フェアです。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく流されてしまいました。まあこれはね、いいバッティングされましたよね。バッターボックスは5番西川。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせた。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。バッターボックス坂倉、先ほどの打席で打点を挙げています。ツーアウトになっています。初球ボール、見送ってストライク。3球目は何で来るか。インハイ決まっています。
ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か、危ない球です。さあ5球目は何か、見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対1、スワローズが1点差を守っています。6回の裏、7番から始まるスワローズの攻撃、バッターは西浦。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。